どこが本当好きなの？推しがいるの？あ、もう推しができた、うん、推しがいる。あのクールな足なっかのボーカルの一人、主役、主役じゃない方。うん、ああ、ゆうせいくんね。ゆうせいくん、八木ゆうせいくんでも人気だから今も。ゆうせいくんがドラマにも、色男だよね。色男、あれはもう、あの足がさ、足すごい、キリンの首みたいになってるよね。いやもう本当、足マジで長いよ。スタイルがすごいのよ。いやでもかっこいいのよ。またなのにかっこいい。で、あれあれ、スマップで言うとゴローちゃんみたいなのね。王子様、ちょっとね、そう、王子様っぽいんだけど、ちょっといい悪さも入ってるから、うん、そうね、ちょっとだからカトゥーンっぽい感じの悪さもちょっと入ってて、ね、だけどなんか目がキラ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 ってつく、光ってて一人だけ輝いてて、一、うんうん、人だけなの、ね、一人だけ綺麗な顔してて、でとにかく足がジラフだから、ジラフじゃねえんだよ、足が本当キリンだよね。キリンだよ、キリンの首、まあ、歌うほぼ歌うの、二人で、ね、口とかめっちゃ上げて、会いたいとかしてないよ、すげえ声出てる、民謡スタイルなんだろう、ね、今歌ってて声出てなんか崩れない、優勢、いやね、すごい優勢くん、今いろいろもう巷を賑わしてますよ、そりゃ。え、なんで？いや、ドラマとかにも出てるしね。出てるの？うん、出てる出てる、もう、うん、何個も主役でしょ、あれ。